道からまずご紹介したいお取り寄せグルメなんですが、それが全国各地から注文が殺到する絶品のアップルパイです。ちょっとこう見た目は、はい、普通の町のアップルパイ屋さんって感じがするよね。そうなんです。札幌市中心部から東へ3キロ行ったところの住宅街にこのお店、はい、神楽寿があるんですけれども、うわ、すごい、ここのアップルパイが美味しい美味しいということで、ありがとうございます。これお取り寄せしてくれたんですか。はい、お取り寄せしました。皆さんすごい、うまそう。有名なお取り寄せサイトに掲載されるなど全国的に超有名な人気店なんですよ。へー、じゃあもちろんのことながら、はい、試食するのは私しかいないですよね。神楽寿は1984年創業以来、秘伝のリンゴの煮汁でじっくり煮込んで作るアップルパイが大人気。実は現在の店主山谷さんはもともと常連客だったんですが、先代が高齢で店を辞めようとした時にこの味を守りたいと受け継いだそうです。いかがでしょう。あのね、リンゴの甘みがものすごくね自然で優しくって、でね、あのパイ生地のなんかこうサクッとした感じがすごくすごくバランスがいいっていう、そんな感じのアップルパイです。めちゃくちゃ美味しい。神楽さん、こちらがですね山谷さんです。その味を受け継いだ、もともと常連客だった、ね、いやだからそれすごいよね。この味を絶やしたくないっていうふうにやっぱね、あ、山谷さん思う人がやっぱいらっしゃるっていうことですね。山谷さんだそうです。山谷さんですね。はい。